はいどうもこんにちは、こんばんは。リアルな世界が好きな人は高評価、どうもゼルフィーです。ということで今回はなんですけど、皆さん、まあ僕たちはねこのリアルな世界にいるわけですけど、まあマインクラフトはねあの四角い世界なわけですよ。なんですけどね、そのマインクラフトをもう極限にもうこのリアルに近いぐらいね、もうほんとリアルにしたね、もうほんとリアルなね、まあマインクラフトっていうのが存在するわけですよ。なのでちょっと今回はね、もうめちゃめちゃリアルなマインクラフトがねちょっとあるということで、今回はね、そちらをちょっとね見ていきたいなと思います。ということでやっていきましょう。ということで早速ねやっていきたいと思います。ということで今回はねこのクエイザーさんのね動画をお借りさせていただいて、早速ねやっていきたいと思います。さあまずはなんだこれ、大釜置きました。はい、水を入れ、おお、もうリアル、おー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 おお、素晴らしいぐらいに綺麗、おお、やばいこれ、これやばい、おーおー、やばいやばい、すごい、おお、すごい、うわー、すげえ、すげえしか言ってないけど、めっちゃ綺麗、おお、何がどうなってんのこれ。さあ次砂利、おーおーおーおお、砂利がすごい、砂利がすごい、リアルすぎるだろ、これどうなんだこれ、おーおー、これ戻る、おおすごいすごいすごい、おお砂が砂だ砂が砂だ、もうなんか日本語おかしいけど、おお砂利が砂利だ砂利が砂利で砂が砂だすげえこれ、どうやってんのこれ、あ、これどうなんのこれ、これめっちゃ気になる、おお混ざった、砂利と砂が混ざり合った、まあこれがねやっぱ現実なんですけど、だって四角いね砂利となんか砂あること自体おかしいからね。何、おお土が土だ、おえー、何水が出てきた、なブロック出てきた、すげえすげえすげえ、付近の出方もなんかリアル、ほらおーすごい、なんかほらだんだん弱まっていくこの感じもさ、ほらほらほら、なんかだんだん量が増えていく、おーすごい、何、めちゃめちゃ水出てきてるやん、おーすげー、ぜ草がリアルすぎて草草がリアルすぎて草なんだけどこれ、リアルすぎて、もうリアルやんこれ、ほらこれ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 やばない、これマジほら、これエグすぎない、もう草やんだって、ほらほらほら、もう芝生だもんこれ、ほら、どうやってんのこれ、編集とかじゃないでしょだって、すごすぎないマジで、これ何これ、蜂蜜ブロックつけて、これ何が起こんの、おお垂れてった今、おおすごい、これどうなんの、おおすげえ、蜂蜜だからちゃんと伸びてんのか、とろーりってのほらとろーりしてるこれ、すげえマジで、ここにもはいつけてガラス置いて、これ何、どうなの、ダウン下に下がるよ、おお取れちゃった取れちゃった、ああ粘着力強すぎて取れちゃったよあのピストン、さあ何これ、アイアンゴーレムが、おーおーすごい、この出方マジで好き、ほら、これマジすごくない、この出方ほんとすごいと思うわ、すげえ、おお、すごいこの召喚の仕方、なんか鉄が綺麗だもんマジで、これ何、お、エンダーチェスト、おーおーおーすごいすごいすごい、なになになに、おお、なにこれなにこれって、えぐすぎえぐすぎえぐすぎ、おおすごっ、これもすごいこれもすごいこれもすごい、これもえぐすぎるって、もう召喚の仕方がもうやばいもん、マインクラフトじゃないもんだって、すごっ、おおすごいすごいすごい、マジすごいなこれ、おおすごいすごいすごい、これなんだこれ、これスイカ、おおスイカだ、スイカがスイカだ、ちゃんとちゃんとスイカだ、すごすぎないこれマジで、これ何、おおもうダイヤがすごい、ほらもう手に持ってるダイヤモンドが、何これ、
動いてる動いてる動いてる、生きてる生きてる、ダイヤが、ダイヤが生きてるんだけど、何これ、え、ダイヤって生きてるの、おお、すごいすごいすごい、綺麗だもんな、この動き方が、おえー、え、やば、綺麗すぎるこれ、おお、すげえ、マジで綺麗、あとこれ何、え、おーすごいすごいすごい、おお、え、これ何これ、僕何ができるか知らないんだけど、え、何ができんのこれ、おー何、え、今こんなんできんのこれ、え、これはもっと使用、これ使用か、なんか使用っぽいな、もうリアルのキャンプファイヤーとかで見るやつじゃんこれ、キャンプファイヤーとかで燃えてるやつやんこれ、え、上の煙とかだってもう山火事で見るやつやんこれ、だって、え、すごっ、もう、おお、あーあー、もうほら、あ、頭が、あ、あ、髪の毛排泄設定なのかな、今頭燃えてんのって、これおお消えた消えたらちゃんと煙焼きのことだよね、今のもすごいな、え、なになになに、え、なに、おーおーおー、ビーズだ、え、これ何これ、え、おお、え、すごい、え、ビー玉みたい、なんかビー玉かビーズか、ビー玉だよねこれ、え、すっごっ、え、これ経験値これ、え、ビー玉だよね、なんかほら、だって経験値だから、だったら体の中吸い込まれてくるよねこれね、あれクリエイティブだと吸い込まれないっけ、え、でもすげえ超綺麗、おおすごい、え、綺麗すぎ、おお、ダイヤ、え、おお、マグマがダイヤから、うわリアルすぎ、ええぐこれ、え、すごっ、おーすごっ、もうマジで リアルなマグマって多分こんな感じなんだろうね、え、もうリアルなマグマをちょっとちゃんと見たことないからわかんないけど、なにこれ、おお、なにこれなにこれ、おー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 、すげえ、え、アニメーションがもうマイクラじゃない、だってそんなアニメーション、そんなねえ綺麗に動かないよマインクラフトって、おーおーおー、すごいこの草も、え、お、生えてきた生えてきた、え、なにこれなにこれ、え、すごいヤドリギの種みたいな、すっごいこれ、この木綺麗すぎるマジで、え、リアルすぎるでしょ、そこ、この木だけ、え、マジすげえ本当に、え、すごい、おー、また燃えた燃えた、これ燃え移るのこれ、あ、燃え移ったりはしないのかな、でも炎すごすぎるでしょこれ、おーおー、すごい、あ、燃えて、こわ、破壊されたんだ、さあ牛出したね、え、牛だよねこれね、それおかしいって、それ何それ、それ牛だよねそれね、それ牛だよ、それちょっとマイクラフトにいるやつじゃないそれ、いちゃいけない牛がいる、なんか、え、乳搾りとかできちゃうじゃんこれ多分ガチで、え、だ、乳が乳だもんだってこれ、え、こんなに赤と青の砂、はい、赤と青の砂を置いて、何壊したね今、なんで壊した、まあいいや、え、はい、おお、え、おお、え、すごっ、え、マジすごいんだけど、え、この砂も、おお、綺麗、おえ、すごっ、おー、下の砂も綺麗、めっちゃ綺麗この色合い、さあということで今回はね、まあリアルなマインクラフトね見ていったんですけど、どうだったでしょうか、いやもうガチすごいね本当に、何をどうやって あれを作ってんのかマジでちょっと意味わかんないんですけど、まあただね本当すごすぎたっていう、もう本当この一言にしか尽きないということで、今回ね見させていただいたチャンネルはね概要欄に貼ってあるので、もう本当もっといろんなもあるんでね、ぜひ見てみてくださいということで、今回ねこんな感じで終わりにしたいと思います、じゃあバイバイ。